今回は新カードノーマルミナノとのため吉を紹介していくよ。スペックは先陣持ちで、序盤は 1.5 コス武力6知力8となって、副兵処理もしやすいのは低コスト闇兵として理想的。計略は式5で、武力プラス6、速度超昇の投げ計略やけど、対象となる部隊の兵力をマイナス30するデメリット付き。効果時間は9シート長め。どうぞ。少し休みましょうか。俺にひれ伏せ。まだ生きてこない。あなたが来ることは分かっていた。驚きはないです。この俺が常に最悪の事態を想定して見切った。戦わないといけないのなら、生きるための戦いだ。さらば。まだ生きてくる。結露開け。見切った。違うんだ、私は昔の俺ではない。計算を間違えましたか。力不足か。まだ生きてはるの。何の悔いもありません。おのれ。まだ生きてはるわ。拙者に任せよ。見切った。どうするんですか。死という言葉はない。まだ生きてはるわ。残念、俺の剣からは逃げられるな。どうぞ。見切った。邪魔な野郎ども根こそぎ殺してこい。まだ生きてはる。力不足か。うらよ。見切った。うらよ。どうぞ。うらよ。違うんだ、まだ生きてはる。うらよ。強いな。流派発動。一の方、こんな感じで効果時間が長いから急いで突撃を狙わなくていい場面も多くて、大事に立ち回れば兵力減少のデメリットが気にならないこともあるよ。流派発動。二の方、この計略は相性の良い流派として兵力のリカバリや決定値のサイクル効率を上げられる状態に、落ち増援として使えて最大兵力を上げられる部隊にで行きやすく感じたよ。切った。どうぞ。
のれ見切った。どうぞ。見切った。いざ順調に勝負。ランってのは生きるための戦いだ。何の悔いもありません。見切った。流派発動。三の型。この俺に戦機解放。言葉はない。力不足か。そこで邪魔な野郎ども根こそぎ殺してこい。長い来てくる。強いな。うわよ。少し休みましょうか。違うんだ。うわよ。結露開け。計算を間違えましたか。源為義の計略は王位の黒糸落とし像と相性がつくんで、デメリット帳消しと対象部隊の火力上昇も兼ねれて使いやすく感じたよ。上杉軍が行くところ。ご視聴ありがとうございました。